皆さんこんにちは、裏庭にわです。こちらはなんとユニバーサルスタジオジャパンです。バラが満開なのでご紹介したいと思います。バラ園ではとても良い香りがしていて、香りをお届けできないのが残念ですが、素敵なバラたちをご覧ください。Thank you.
こちらはバラ園を眺めながら食事ができるお店、パークサイドグリルです。一番良い席は座れませんでしたが、バラ園側に座れました。今日のランチは特別に、嫌な仕事が片付いたので自分へのご褒美ランチです。サラダとスープセットを注文した。熟成肉アンガスエイジングステーキです。いつもお安いお肉を食べているので、ステーキソースがついていないスタイルにあたふたする庶民です。その他メニューにはサーモングリルやオマールエビ、ラムチョップなどなどです。ユニバに来るとチェックしている巨大アガベとその仲間たちコーナーに花が咲いていました。アガベは一生に一度しか花を咲かせないため、数十年から百年に一度とも言われるほどお目にかかれない貴重な花です。キングプロテリアリトルプリンス、地植えで育つんですね。その横にはグラビレア
ージープランツ、かっこいいです。素敵な花たちに出会いました。最後まで見てくださってありがとうございます。無理せず楽しく過ごすアラフィフ生活、人生折り返し地点、楽しんでなんぼの裏庭でした。